雪の影響で空の便が欠航するなど交通機関に影響が出ています全日空は雪のため羽田発着便を中心に47便が欠航し日本航空でも18便の欠航が決まっていますまた機材整備などの影響でスカイマークで9便エアドゥで2便の欠航が決まっています日本道路交通情報センターによりますと11時半現在 チェーン規制による減速の影響で中央道や長野自動車道で断続的に短い渋滞が発生しています。